トンネルの向こうにチューニングカーが1台。何か高速道路の建築現場か。いやいや、よく見るとこれはトンネルじゃない。この真剣な表情、これは実験施設だ。おい、ここは一体どこだよ。おい、だいたいお前こんな場所じゃお前俺が走れねえじゃねえかよ。はいはい、どうなってんのこれ。俺はドライバーだよ。今日運転してなんぼ。実験。何の実験だよ。はい、俺はドライバーだよ。何の実験だよ。人体実験。お前らまたくだらねえこと考えてんじゃねえだろな、ビデオオプションよ。ラーマン山田の人体実験、チューニングカーのエアロを科学する運動実験の前。ここは三重県にある国立三重大学工学部の実験施設。その中心的な施設がこの大型風洞実験装置。今回はこの装置を使って今まで感覚的にしか語られなかったチューニングカーのエアロの効果を計測してみようってわけ。実験方法は4輪にコーナーウェイトゲージを設置し、それぞれの変化を計測。またリアの牽引フックからも荷重を計測し、どれだけドラッグ、つまり抵抗が増すかを計測していく。分かりやすく言うとこういうこと。前から風が吹いてきた時、エアロパーツがしっかり効いていればダウンフォースが発生するから当然車重が増加するはず。そして効率的にダウンフォースが発生していればドラッグもあまり増えないはずなのだ。それでは今回テストするサイバーエボのランエボを紹介しよう。筑波53秒台入りを目指して熟成が進むこのマシン。サスペンションはテインを使用。エンジンは650馬力ということだが、実際にはもう少し出ているはずだと滝沢氏は言う。装着されているパーツは全て市販パーツ、もしくは市販パーツの改造のもの。レーシングカーではない究極のチューニングカー、その真の価値を実験で明らかにしていこう。それではまず最初の実験、サイバーエボのエアロ装着状態での計測だ。初めての試みにチューナーもドライバーも期待が高まる。今のところね、まあ、ちょっとこの最終的に出方、出方がどうなるか。今回の実験は0メートルから25メートルまで風速を上げていく。風速を上げていくと数字上では大きな変化が現れた。4輪全てのタイヤでどんどん車重が増加していく。これはエアロが効いていると言える。ドラッグの方はおよそ35キロ増加した。まとめるとこういうことになる。ダウンフォースは前後ともに30キロ以上発生している。路面に押し付ける力が働いているということだ。ドラッグとの比で見ればいい。35でしょ。35だからマックスで。少ない、全然少ない。続いて煙を使ったスモークワイヤー法で空気の流れを見てみる。空気が整流されてエアロを押し付けることによって上に抜けているのが分かる。今まで経験に基づいて作られてきたエアロだが、実際に効果があることがはっきりと分かってきた。では意図あるシチュエーションとしてリアウィングを極端に立ててダウンフォースの増加を狙った実験をしてみよう。この結果はリアのダウンフォースが先ほどより7キロ増加したが、ドラッグも6キロと大幅に増加してしまった。ほとんどダウンフォースは変化がないのに対して、抵抗が車全体で見るとなんと35キロから41キロまで増加しました。つまりリアウィングをさっきの状態より立てても抵抗が増えるばかりで、あまりダウンフォースは増えてないってことが分かったわけです。それではノーマルバンパーに付け替え、リアウィングを外したらどうなるだろうか。意外にもフロントバンパーからボンネット付近はきれいに整流されている。しかしリアセクションになると空気が大幅に乱れているのが分かる。これが先ほどのウィングがある状態。比較してみると
ウィングレスでは空気が行き先不明になっている状態だ。計測してみると面白い現象が起きた。右フロントタイヤが 352.5 キロで静止状態。ところが風速が上がるにつれて、なんと荷重が増加するどころか逆にどんどん減っていったのだ。トラックは GT ウィングがなくなった分、予想通りあまり増えることなくおよそ30キロ。まとめるとこういうこと。ドラッグは減ったが、ダウンフォースは全く発生せず、むしろ車を押し上げる力が生まれてしまった。これではタイムアップは望めないはずだ。今ですね、これらの空力パーツをつけて計測しました。これがですね、今外したアンダーパネルですね。このパーツが、ダウンフォースを車の下側で生むための鍵になっています。前がこう水平でキュッと上がってる、つまり前から入った空気は極端に言うとこういうふうに押しつぶされて、またクッとこう広がって出てくるわけですね。そうするとこの一番狭いところから空気が入って広いところに出てくるわけです。そうするとその勢いでこうクッと地面に吸い付くという効果が出るわけですね。ただし地面に近くなればなるほど力が大きくなる性質がありますから、近づいた時に強くなる、また離れた時に弱くなるので、こう繰り返してしまうんですね。それをなるべく鈍感になるようにというふうな考え方も実はここには入っていて、この角度はおよそ15度ぐらいに決まっています。これが外したフロントバンパーです。で、全体の形はノーマルとそれほど大きくは変わりません。これの肝はやはりこの金棒ってことになりますね。ここの部分であんまりダウンフォースには関係ない、やっぱりこっちなんですね。ここでどう効かせるかっていうのが問題になると思います。空気を上に持ち上げる、でその分この金棒を含めたフロントバンパーが下に押される、でそれがダウンフォースとして効くわけですね。でここに翼端板がこうあるんですけど、これが大きな意味を持ってまして、空気を逃がさないようになってるわけですね。これがもしないと空気が外に逃げてしまうので、あまり、その金棒の効果はないと言われています。やはり金棒のこの角度もやっぱり15度とか16度以内が一番効率がいいと言われています。2枚のウィングに分けてありますね。これはより大きなダウンフォースを狙ったものです。ここについているこの、そうですね、1センチ弱のこの部分っていうのがガーニーフラップといって、うちの場合フロントが発生するダウンフォースが大きいので、それに合わせてボルテックスさんに特別に作ってもらいました。で皆さんもあのリアウィング使うときにはあんまり立てすぎないで、むしろダウンフォースを出すには高さを上げるとか、それからここにつけたガーニーフラップですね。これは売ってるあのアルミの L 字アングルでもいいかと思うんですが、そういうものを使って、ダウンフォースを増加させる手段を取る方がより有効かと思われます。じゃあ関田君、大体そうだよ、180キロで俺何すんだよ、何しましょう俺の仕事じゃないじゃん、これ。ほら、シートしちゃったじゃん、そんなおいお前、こんなとこで何すんだよ、これ。じゃあね、風速50メートルでお願いします。おいおい、スイッチ入れんじゃねえぞ、お前。おい、なんだよ、このピーピーした音は。この風もすごいな、お前。お前、これ台風じゃねえんだからよ、お前。だんだん風速を上げていく。止めろよ、お前、本当に。これなんかヘルメットが脱げそうなんだよ、これよ。現在25メートル、ここから50メートルまで一気に増加。全然違う。山田さんがいるとすごい流れが乱れて、全部やっぱり前にしちゃったりしてて、山田さんがいなくなると消えるんだから。息ができないよ、お前。なんかこう俺のカープルプル入れちゃってるじゃねえかよ、お前よ、本当に。さすがにここまで来ると本気で立っていられない。この様子を見た教授からまさにドクターストップ、はい、おい、ふざけんなよ、お前よ。もうこれお前どういうことだよ、お前よ、本当に。いや、あのね、すごくいいデータ取れました。史上初の人間のダウンフォースを取れました。お前本当にな、もう前にお前進めないんだぞお前、空気の壁だよ、壁。お、すごいデータ取れました。壁はすごいな、お前よ。じゃあ今度は筑波でもう一回人体実験やろう。何やるんだよ、お前よ俺もうお前の車二度と乗らないよ、もう。いや、そう言わずにぜひ乗ってください。53秒お願いします。適当にやってるだろ、いつも。そうです。
そうですか。そうです。ふざけんなよお前よ。初めてデータ取りました。お前もう二度とやらないときでオプションお前いつも実体実験ばっかりやってやがってよ。空気の力がどれだけ働くか実走行で実験してみよう。場所は関東走り屋の聖地筑波サーキット。久々にラーマン山田の乱暴運転が見られるぞ。53秒ダッシュを狙ってこの日ばかりはサイバーエモ滝沢氏も真剣。おいビデオオプションお前よ、この間の人体実験な、フードやっただろな、そのなお前成果をな俺がお前証明してやっからよ、お前見とけよ本当によ。大体よお前よ、HKS が53秒だお前、ふざけんなよお前。ほらあそこにおっさん、あんなのあいつが偉いわけじゃ何でもないんだろお前、俺がすごいんだからお前な、俺が完璧なんだよな、俺を映しとけよビデオオプション、分かってんなお前ね。もう見た目にすごいだろお前よ、とにかく運転がうまいんだよ。なんかつばくことやえ、いいんだよそんなこと、突っ込むなお前よ。エスタイヤの美味しいところは 1,2 周しかないため、アタックは1日 2,3 回のみ。だから緊張する。今日はその空洞実験の結果を踏まえて、フロントのニップですよね、アンダースポイラーの突き出し量を7センチ増やしてきました。リアのウィングはガーニーをちょっと後ろに長いガーニーにして、フロント6に対してリア4ぐらいの割合でダウンフォースが出るようなセッティングにしてきました。人体実験野郎ラーマン山田はチューニングカーに乗せると日本一速いって知ってたん？でもその風貌と言葉遣いからチューナーがビビって仕事を依頼しない。今日はその切れた走りが見られるかん？果たして53秒は出るのかん？フロントにダウンフォースがいられているのが映像からわかる。続いてリアウィングも風圧によって大きく変形。コーナーになるとウィングが若干立ってオーバーステアが解消されているのがよくわかる。空洞実験の結果が実証されているのだ。空気の力ってすごいな。じゃあラーマンの乱暴運転を見てみよう。寸前でアクセルを抜いたラーマン、一体何が起きたのか。あ、これ速くなってるよ、また走ってる。おおあぶあぶねえ、嘘だろ心臓止まる。山田さんまた違いちゃった。山田さんが悪いよね。その通り。前見て運転しろ。いい感じですね。いやそこで心臓が飛び出そうになりました。いい感じだよやっぱりな。俺はやっぱりね、人体実験の効果があるってもんだよお前。最高だよ本当にね。ああまあでも邪魔なやつがいっぱいいるからな。まあそいつがいなければもう軽く HKS のタイムなんてぶっちぎってやるからな。全体的にすごく、はい、まあもちろん空力も効いてるし、シフトカットいいですか。いいですね。
あと問題が、はい、その2足使うコーナーが多いじゃないですか、はいはい、そうすると空気があんまり使えないんですよ。空気があんまり使えないっていうのはエンジンブレーキで車側の動きが出すぎちゃって3でいくとやっぱり立ち上がっていかないんで、そうですよね、はい、駆動実験の結果でやっぱりドラッグも増えたんですね。そのドラッグも増えた分が逆に今度小さなコーナーではちょっとまずいんじゃないかっていう今話です。見てみろよお前、このほらお前こうギャラリープレスな、みんな俺を撮りたいんだよお前、分かってんのかお前よ。じゃあいいよ、分かった、俺たち撮らないから。いやいや、まあそんなこと、そんなこと言うなよお前よ。まあちょっといいよいいよ、ね、ちょっと寄っていけよお前よ。あのね、コーヒーでもどうだ、コーヒーコーヒー缶コーヒーあるぞ、缶コーヒー。今回53秒台は出なかったけど、富士のスーパーラップでとことん実証してみよう。でもラーマンはミスったからお仕置きだよ。空力じゃないんだよ車は、お前空力なんて関係ないから。まあまあ次は間違いなく入れるから、まあ今度まあ歯がな痛いんだよ俺は、本当にマジでマジで俺歯医者行くから本当痛いんだよね。じゃあいいとこ紹介してね。おお前いいとこあるじゃん、ビデオオプション紹介してくれよ。うん、行こう行こう行こう。いや今からでもいいよ、行こうで。ほんと行っていいんだよ俺、これ打てんで。ジュワーン、本日の人体実験パート2、人間は麻酔なしで歯の治療ができるのか。協力していただいたのは練馬区のとある歯医者さん。はい、じゃあどうぞ山田さんお入りください。はい、よろしくお願いします。なんかこの歯医者さんはチューニングカーが好きなのかな。あれはどっかで見た顔。これはね、すごいですよ、はい、もうね、ほとんど全部虫歯、はい、もう全部抜きましょう。はい、麻酔しないでいきましょう。大丈夫、大丈夫、はい、麻酔しないでいきましょう。はいはいはい、はい、もう今日20本いきましょう。あ、余裕ですよ、はいはいはい。入れ歯まで作りましょう。麻酔はね、うちにはない。はい、アイネ来るよお前よ、お前顔見せろよお前よ、本当に。あ、何か。サイバーエボの滝沢さんの職業は歯医者さん。チューニングするために一生懸命働いている。腕は確かと評判。チューニングの話、あと歯を直したい方はこの歯医者さんに行ってみては。さてラーマンの筑波の走りをもう一回見てみよう。スーパーラップと人体実験に期待してください。みんなでバイキンラーマンをいじめよう。